マイクラ公式の、やつの、にようこそ。プレイ。まあ、実際こちらの動画が公開されてるときは、まあ年越しの前なので、早速作り始まりました、これ。まあ、ちなみに、普段から食べてるのは、はい、どうも皆さん、マグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうかね。ゲーム実況の、その、マイクラさん公式のですね、リレーの、動画の中にこうやってね、実写で現れた金髪のおじさんでございます。よろしくお願いいたします。海外でチャンネルはそのままね。はい、チャンネルはそのままも古いか。こちらのチャンネルは、年末年始を除くほぼ毎日、マイクラ動画、そして他にも多数のゲームの配信や、公開収録等を行っている、そんなチャンネルでございます。私、マグリと申します。以後、お見知りおきよろしくお願いいたします。さあ、やってまいりました。本日はね、マインクラフトリレー、年越しがテーマということで、いろいろとやっていこうと思います。よろしくお願いいたします。それでは、本日はやってまいります。ショータイム。初めて見に来る人が腕、後ろ触れないのかですね。はい、私の顔と、なんかほらほら、わかるか、ちょっと不思議ですね。あれなんですかね。はい、ああいうことを好む、実況者です。はい。不思議じゃない？あれなんで、エンドラもいないのになんでああなってんのってならない？ならないですか？皆さん。さあ、ちょっと悪の強すぎる感じのちょっとね、チャンネルに行き着いてしまったと、思っていらっしゃるかもしれませんが、まあ、10分から15分、そして、10分から15分の間だと思うのでお付き合いくださいませ。だからですね、多分この動画、13分58秒ぐらいで終わると思います。はい。付き合ってくれ。年越しということで、ね、まあ、いろいろね、考えました。ね、年越し皆さん何されますか？まあ、そば食うんですか？ね。何しますか、実家で過ごしますか、それともお仕事ですか、それとも、なんかいろいろ他やられてる方多数いらっしゃるのではないかと思います。まあ、実際こちらの動画が公開されてるときは、まあ年越しの前なので、もうすでに実家で見ている方もいらっしゃるかもしれませんし、まだお仕事という方もいらっしゃるかもしれません。はい、私ここのワールドにはモニュメントというものがあんまりないんですね。この中身は後ほど覗くとして一旦持っといて、一応用意してたやつなんですよね。はい、裏で用意しましたよ、ね、今回マインクラフトリレーだというか、普段あんまりこれ裏で用意する人じゃないんだけどもね、今日裏で用意いたしました。まあ、モニュメントといえばここにね、私コラボしてくださった方の顔とか、こう私の顔ね、しかも金ブロックですよ、ね、金ブロックとここしかも黒曜石ですから、こう結構大変なやつでございました。でモニュメントというとですね、さっき冒頭でも触れました、なんかこうエンドラいないのになんでこんなレーザー出てんのの先にいるちょっとしたエンドラとかね、はい、何ら年越しと関係ない、ものを、作ってきました。で今2020年でしょ、ね、で今回年越しテーマでしょ、だったーネズミ作んないといけないんじゃないのってことで、モニュメント作成をやっていきたいと思います。イエス。まあ、ネズミもいっぱい種類があるんですけれどもね、いろんなネズミがある中、私はねあるネズミを作ろうと思っております。でそのために用意したブロックはこちらとこちらね。で今回おお見てください、この鉄ブロックの数、これね、黒曜石の数、これ鉄なんてもう本当にいくらでもあるワールドでございますね。サバイバルで、まあ、今回これ359回目の、更新の動画でございます。もう光栄でございますね。もうマイクラリレーの一部になれて本当光栄でございます。だってことでね、早速作っていきたいと思います。はいはい、お見てください、ほらもう早速作り始まりました。これはい、早速、もう早いですよ。こうやると決めたらなかなかこうスピーディーにね、物事進めていくタイプですから。やめろやめろよやめろよ、ネズミだぞ、ネズミだからな、ネズミだぞ、ネズミなんだぞ、オッケー。
いいネズミになってきてるよ。いいネズミだな、これは。こう年越しを飾るいいネズミになっております。ちゃんとおやすします。すやったすやめ。そろそろ停止というか、停止っていうか、もう飽きて、次の人誰だろうみたいな感じになってない？大丈夫？ダメよ。この、水建築法はね、こうかなりおすすめですよ。2020、はい、ポピュラーな建築法、ほら見てね、こう置けなさそうなところもポンポコポンポコ置けちゃうというね。ただ足場とかでやるでしょ？違うんですよ。上を作って、そっからまあ水で、やっていくっていうね。まあ当然こう下になんか水濡れちゃいけないものがあると難しいけど、うん、かなりねおすすめできる建築法だ。そしてこうやって、なんだったら上に登れるから、こうやってね、なんだったらこうやって、おいおい、初めてちょっと、あれ、この人うまいんじゃないって思ったんじゃない？ああ、見てよ、こういう感じよ。ね、隣のブロックにまでこう、なんだったらこうやってほら移動できますから。見ましたか？ほら、お、テクよ、テクでしょこれ、テクよし、仕上げていこうか。痛い、危ねえ。今水に浸かろうとしたんだけど危なかった。まあ、ちなみに、普段から食べてるのは金リンゴなんですけど、そう、今のでも複数の初見さんが抜けていったことだろう。やばい、これ以上もう見せられない。完成まで楽しみにしててくれ。よいしょ、置き切ったよ。それではよーし、ご覧いただきましょう。2020年はネズミ年、年越しにふさわしいネズミまで、あの水がなくなるまでお待ちください。なくなるな、あの水がなくなるまでお待ちください。いきます、3、2、1、ダダン。これはまずい。年越しということで、これをこいつを年越そう。それで許して。なんでだろう、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 
なんでだろう、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 なんでだろう。完成！2021年は牛年だ。そしてネズミから牛への年越し、これを表現したかった。みんなおそらくもうネズミに気を取られすぎて、こいつ大丈夫か、こいつすげえ危ねえやつだっていうところから、牛へまさか行くとは思わなかったじゃない。ということでね、これが私なりの年越しです。ネズミから牛へ、となくネズミ牛、はい、ネズミ牛です。うー、疲れた。さあ皆さんいかがか、皆さんいかがか、新たなこう年越しの概念を作ってみた、どうだろうか。最後までお付き合いいただいた、皆様ありがとうございます。次はナオティン TV さんのチャンネルへご移動してくれ。ほな。